どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、史上最遠の天体、HD1 が新発見されるというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。最遠の天体イコール最古の天体。最近の観測技術の進歩は目覚ましいものがあります。例えば、1990年代に初めて見つかった太陽系外惑星ですが、今では5000個以上見つかっていて、もはや当たり前の存在になっています。そして、観測の対象は遥か遠方の新宇宙も同じで、ハッブル宇宙望遠鏡の台頭などもあり、どんどん深くまでその姿を観測できるようになってきています。地球から何億光年も離れた天体からの光は、地球に届くまでに何億年もの月日が経っているため、そんな遠方の天体を観測するということは、その光が放たれた何億年も前の時代の宇宙を見るということになります。つまり宇宙は遠くを見れば見るほど過去に遡るということになります。では、これまでの観測史上最も遠くにある天体は、地球から一体どれくらいの距離があり、どれくらい過去の姿を見ることができるのでしょうか。これまでの最遠記録、今回の主題は、つい先日発表された最新の観測結果ですが、その前に、これまで考えられていた地球から最遠の天体についておさらいしていきたいと思います。これまで見つかった中で、最も遠くにある天体は、ハッブル宇宙望遠鏡によって発見された、こちらの GNZ11 という銀河であると考えられてきました。赤いしぼやけてるんですけど、はっきりとその存在を確認することはできます。はい、それでは NASA が提供してくれている GNZ11 のズームイン動画を見ていきましょう。大熊座の方向にある、尻尾の部分、北斗七星の流域をさらに深掘りしていきます。かなり拡大してるんですけど、さらに、深掘っていって、で、本当にその先の部分にこうやってちっちゃい天体があって、これが GNZ11 ということになります。宇宙は膨張しているため、遠方の天体からやってきた光は、地球に到達する過程で波長が伸びます。その波長の伸び度合いを示す指標が、赤方変位というもので、これが大きいほど波長が伸びているということがわかります。つまり、赤方変位の値 Z が大きいほど、遠くからやってきた光、ということがわかるわけですが、この GNZ11 の赤方変位 Z の値は11というものでした。それまでの過去最高値が 8.7 という値だったので、大幅に更新していることがわかります。そこから割り出された GNZ11 の地球からの現在の距離は、なんと約320億光年にもなり、観測された光は今から134億年も前、宇宙が誕生してからわずか4億年後の光だと判明しました。この銀河の大きさは、私たちの住む天の川銀河の25分の1、質量は100分の1程度と、天の川銀河と比べると小柄なんですけど、宇宙が誕生して間もなくできた銀河としては異常なまでに大きく、当時の銀河の成長が非常に早いことを示しています。最新の観測結果。そして2022年4月8日とつい先日、東京大学などの研究チームは GNZ11 が持っていたこれまでの最遠記録を塗り替える新たな史上最遠天体を発見した可能性があるというふうに発表しています。HD1 と命名された新発見の天体からの光は、赤方変位の値が 13.3 というふうに考えられています。これは GNZ11 よりも1億年古い、今から135億年前、宇宙誕生からわずか3億年後の瞬間に放たれた光である可能性が高いそうです。赤方変位により、135億年以前の天体からの光の波長は 1.7 マイクロメートルよりも伸びていると考えられています。GNZ11 を発見したハッブル宇宙望遠鏡が観測可能な光の波長は、
1.7 マイクロメートルよりも短いものに限られるため、ハッブル宇宙望遠鏡では GNZ11 より遠い天体を発見するのは難しいというふうに考えられていました。そこで研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡よりも長い波長領域をカバーしている地上の望遠鏡の観測データから、実に合計1200時間以上分、70万個以上の天体のデータを集め、その中から GNZ11 よりも遠い天体を探しました。数ヶ月間も時間をかけて分析を行った結果、135億年前の天体が持っていると予想されている特徴とよく合致した HD1 という天体を新たに発見しました。その後、HD1 の光の波長ごとに強度を明らかにする分光観測を行ったところ、99.99% の確率で HD1 が135億年前の天体であるという証拠が発見されました。現時点で非常に高い確率ではあるものの、99.9999% の確率で正しいと言えないと科学的な確証にはならないため、今後より高精度で詳細な追観測が求められています。また、HD1 は非常に信号が弱いため、物理的な性質は謎に包まれています。もし本当に135億光年彼方に存在していれば、この天体は極めて明るい天体であると予想できます。とはいえ、HD1 がここまで明るい理由は確定しておらず、この天体が非常に星形成が活発な銀河である可能性もありますが、活動的なブラックホールである可能性もあるようです。高い確率で135億年前の天体であるものの、まだ地球からの距離を含めた多くの性質が確定していないことから、HD1 の注目度はすでに非常に高いものとされているようです。実際に早くもハッブル宇宙望遠鏡の後継機であるジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による観測の対象として選ばれており、今後の追観測に多くの期待がかかっています。また、今回の関連で、つい先日には、ハッブル宇宙望遠鏡が地球から最も遠い単一の恒星からの光を観測することに成功したというふうに発表され、大きな話題を呼んでいます。単一の恒星はエアレンデルと命名されましたが、エアレンデルについて別の動画で詳細に解説してあるので、今再生中の動画の概要欄、もしくは終了画面から合わせてご覧ください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルでは、こういった宇宙系の動画を投稿していくので、ぜひ宇宙分野に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。新設の生物ヤバイチャンネルでは、僕、キャベツが最近興味を持っている生物分野のニュースや面白い話を投稿しています。こちらの宇宙ヤバイチャンネルとともに更新を頑張っていくので、ぜひ動画の概要欄からチャンネル登録をお願いします。